はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回は信長の野望大使上杉家前田刑事物語続きをやっていきたいというふうに思います。でですね、ちょっとだけ進めてまして、まず最上津軽このあたりを完全に飲み込みました。なのでもう東北地方は完全に上杉の領地になったというところで、実は徳川家に対して包囲網を引いているという状況になります。ではその包囲網の中身確認していきましょう。包囲網はですね、まあ影勝、まあ上杉を名手に、長宗我部、豊臣、宇喜多で、あと東北勢ですね、南部はじめ、まあ我々上杉に従属している各大名と。で一方徳川の方なんですが、ちょっと黙っちゃいましたね。徳川の方なんですが、家康はじめ、正則、忠興、あとは前田、池田輝政というような、そうそうたる面々が揃っているというところなんですけども、まあ注意しなきゃいけないのはですね、まだもちろん徳川家康なんですが、ここですね、堀。新潟、今でいう新潟の堀、ここが完全に敵に回っているというところと、あと結城、含めた関東の徳川というところはね、注意を払いながら、まあ合戦もある程度していければいいかなというふうに思っています。で、毛利に関して言うと、まだこちらにね、入っていないと。まあ一方で徳川の方にも組みしていないというところで、まあ毛利がね、どっちにつくかというので、体制がね、だいぶ変わってくるんじゃないかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずね、徳川を攻めると言っても、徳川相当強いんで、まあ、どういう風に相対していくかというのはね、検討が必要かなという風には思ってます。まあ、徳川の城だったらどこを先に取りに行くかと。まあ、大田城に関して言うと6800入ってますからね。吉直6800。これらとね、まともに戦っていくのは正直しんどいですからね。となると、まずは堀。堀を屈服させて、まあ、家康の領地をね、取り囲むような状態っていうのができればいいのかなというふうに思っています。なので、早速堀に戦線を布告していきましょう。秀宗、貴様、そんなところにいたのか。まあ、秀宗は寝返りましたからね。我が部、狂わせてもらおう。まあ、家康はもちろん堀へと味方するというところですね。助太刀いたす。助太刀いたす。さあ、早速では兵を出していきましょう。その数、決して多くはないね。ただ戦場の上限が5400のところで、戦うとなると不利になるのは必要であれば、あえて敵の奥深くへと、特にね、佐渡奉行を持ってるんで、影勝自ら2万の軍勢を率いていく必要はないというところもあるので、兵の数をちょっと減らしましょう。まあ、影勝をまず下げる。これだけでだいぶ兵の数減りますからね。あとは、刑事は出すでしょ？津軽隊も出す。津軽はね、もうめちゃくちゃ積みました。感情を。これでもかというほどね、感情をまみれにさせて、今では、屈服させているという状態だという認識です。これで行きましょう。それでも数どうだ？そうたる数、1万1000という数ですね。まあ、1万1000あればというところですか？騎馬隊ばかり。1万1000の騎馬隊か。金継ぐは騎馬をやめて鉄砲に変えましょう。本庄隊も無兵装へと変更。津軽隊はこのまま騎馬にします。天粕隊は無兵装へと変えて、騎馬に、足軽に、っていうのがバランス的にいいですよね。なのでこうしちゃいましょう。騎馬が2、足軽が3、鉄砲が1という6部隊、これを佐渡へと派遣していきます。後に続け。お、豊臣と大久保の決戦だな。まあこれ豊臣が勝てる確率ゼロだからね。
報告します。当家のものとすでに結びついているだと。先月の収支です。不穏な動きだな。ご命令を。早速そういったもののありとあらゆる可能性を排除していかねばならないというところなので、黄色の人たち、特に寝返られると痛い合戦で活躍してくれそうな武将たちを中心にしっかりと感情を送っとこう。かたじけない。でさらに大使も発動しておく。顔、うわー、顔入り艦長が発動できない。議論10が足りないのと、もろもろ足りないね。少し待ちましょう。次のターンで寝返られないことだけをちょっと祈ります。で、ここは軍馬と鉄砲を使っちゃったんでね、買っておきます。佐渡奉行を発動させたいからね。堀がどこで迎撃に出てくるかというところも注目ですね。野戦になるんだったら野戦で6200を撃破しておくというのも手ですよね。堀対6200を撃破。そうすれば短期決戦で一気に堀を撃滅できると。参ります。いや、予定通り一応佐渡まで兵を進めましょう。まあ、堀に対して警戒をする必要はないかなと思うんで、継続発展をさせておきます。かしこまった。注意しなきゃいけないのが家康の動きです。まあ、ただ家康が攻め込んできた場合には影勝の部隊がね残っているので、それでしっかりとケアできるかなと思います。では対面発動しておきましょう。本当はね顔入りが欲しいんですが、鉄砲隊の射撃力上昇を入れておきます。我が志、砲術研さん、これとは別に顔入り感情もね発動できるタイミングを見計らいましょう。長宗我部と徳川軍の前の忠康隊、これは長宗我部が勝つね。三河武士の誇り見せるは今ぞ。大義名分戦意上昇か。堀秀治隊がどこで迎撃に出てくるかだね。お、これ前の忠康、これ再起戦だね。ただ長宗我部森近隊1万1000の相手に3600の兵じゃちょっと勝ち目ないだろう。これ家康が城失うね。家康が城を失うのってこれ初めてのケースになるんじゃないの。いや、堀隊の方が早いな、佐渡に着くのが。報告します。先月の収支です。表情を始める。さあ、大雪で外に出れないと。あ、待って、対名考案でさ、対名提案力上昇大っていうの、これむちゃくちゃ欲しい。すぐにも欲しいので農業を一旦やめて対面にする。これでどうだ、対面提案力上昇大が入ってくれればだは。対面提案力上昇大を確保するためのものが足りないね。我慢しましょう。でここは席上入れときます。
まあ、今まさに影響が出てるところではあるので。では、再び継続発展をまとめて入れちゃいましょう。ドカッと入れます。国境の防衛のための兵力は残している状態で、佐渡攻めか。敵の数は？堀秀治軍500。これがあえてここに来ている理由は何？いや、まだ集結中だぞ、敵は。これ集結中なのであれば、こちらが先に先陣というか着陣できるんじゃないか。そうなるとだいぶ話変わってくるよね。ここも継続発展。ああ、全部終わってね。継続発展終わってれば、最優先で欲しいのは、この辺りを。かしこまりました。この辺りを。かしこまった。この辺りを。かしこ欲しいよ。かしこまった。まあ、家康とのね、決戦場近くは、常に、戦場で優位な状態を保てるようにしておきたいですよね。鉄砲を向かう。完全に戦争モードに入ってます。ただその前にまずはこの佐渡金山を手に入れたい。ここは確実に合戦で勝って佐渡を手に入れる。五詰め決戦になったとしてもこちらが有利なはずですね。ただ敵は兵の数はともかくちょっと多いなというのが部隊数ですかね。確実に勝ちに行きましょう。行きます。まずは、罠を仕掛けてあるところは罠にはまるのを待てばいいので、先に、右翼側に展開している敵部隊に、一斉攻撃を仕掛けましょう。あとは、罠にはまるのを待つ。始めるぞ！ご命令を。ゲチよ。さあ、行こうぜ！何？ここでいきなり敵の罠が400もの兵を失った。手加減なしだ。ご命令を。覚悟は良いか。手加減なしだ。やりたい。前へ。強撃校舎を入れて敵が進出してきたところをはめる。よし、予定通りだ。まずは鉄砲の正射でこやつを仕留める。始めるぞ。で、強撃強射を入れたタイミングがバッチリですね。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。敵の居所つかみましたぞ。吸収が来るか。ここで終わりか。やりたい前へ。やりたい前へ。負けてやる気はさらさらねえぞ。ゲチよ。覚悟は良いか。やりよる。さあ、あとは敵が壊滅していくので刑事を突入させていきましょう。まさか我らが。ご命令を。始めるぞ。楽しもうぜ。刑事隊をまずは敵の胴だらへと進める。やりたい前へ。仕方ねえ。一旦引くか。ゲチよ。始めるぞ。叩き潰せ。楽しもうぜ。今は引こう。さあ、刑事の歌舞伎を発動だ。行こうか。
松風叩き潰せ刑事を敵の本陣へ堀秀春隊へと突入させていきます。始めるぞ叩き潰せというかもうここまで来たらさ本陣切り込みで一気に蹴りをつけよう。我らが破れるとは叩き潰せ今は引くぞよし決まるね。これでこのままサード全域の支配へとつなげていきます。まあ、多少兵は失った感はありますが完勝ですね。勝利の光が我が道を照らしている。兼続言うことがかっこいいな。この城もらい受ける。さあ佐渡奉行のね行きます。本領発揮というところになると思います。では兵を二手に分けましょう。一つは元上杉家の本拠地春日山へそのまま兼続八千を差し向けて、さらに兵を出していきましょう。今はね攻めるチャンスですね。兵の数はただしここもねもう多くなくていいので、数は削っていきましょう。できれば遠いところから出陣させて、まあ多少ね、兵糧を失ったとしても構わないという感じでいきます。兵装も無兵装でいいでしょう。無駄にね、鉄砲や牙を使わないという戦いでいきます。まあそれでも8000からの兵を集めるあたりは、まあもう上杉もね、大国の仲間入りというところだと思います。ここで再び、さすがだね、家康軍は次々に兵を送り出してくるから、なかなか城が取れないんだな、上層壁も。使いの者が取り切れ交渉。何金 !11万5500! 11万か。いや、11万はもらうよ。さすが佐渡を治めてただけあるな。11万は、ありがたいです、普通に。11万もの金がもらえるとは、こんなに嬉しいことはない。11万って一気に金が、爆発的に増えたね。まあ、金に目がくらんだと言われればそれまでなんですが、まあ、これは目がくらむでしょう、さすがに。というわけで、ちょっと今回短いんですが、だいぶ内政を充実できそうなので、内政をちょっとね、裏でやっておきたいと思いますので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ね、堀と停戦中の隙をついて、家康の城を狙いましょう。家康が、そもそも集結してるしね。これは仕掛けてくるでしょう。仕掛けてくると思うので、対徳川戦線、家康戦線へと、舵を切っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。